前教えた、ね、桃屋台で育った時、プロメーションってこう、海内線動作な。で、横に向きます。相手に対して横に向きます。はい、とりあえず、向いてみていくか。向きます。はい、OK。確認できた。はい、じゃあ顔こっち向けて、もう一回。はい、相手に対して横向きになって、ここをまず痛いです。なんかちょっと張ったりするね。違う。もらった後後ろに下がりながら投げる。で前出てきてもらって後ろ下がりながら投げる。前出てきてはいもらうはい投げる。で逆の方は前出てきてもらう後ろ下がりながら投げる。オッケー。ただそれだけ。もらった後後ろ下がりながら、はい、投げる。でもらうとき前出てきてはいもらって後ろ下がりながら、はい、投げる。まあ、こんな感じだよね。もらって、はい、できた。はい、もらって、はい、こんな感じ。OK、大丈夫かった？はい。あと簡単。後ろ下がりながら投げたから、周りからやってね。どう？はい、もう本当に使い方ない。カード使い方。使い方が大事で、ね、自分はなぜできないんだろうとか、まあ悔しい思いをする人がいたりする。あの人らはできて自分はできないとかっていう人がいると思うけど、それは、先生から言わせてもらったら努力が足りない。努力が足りないっていうのはちゃんとした努力しろ。でみんなできるんだ。まずそれを覚えとかな。で、そのためには自分は何ができてないんだろうかって分からせる、練習その自分足りない部分を見つけるためにはこの棒がすごく例えばこの後ろに壁があります。ここで振ろうと思ったら普通何もなかったらこういう風にして振ったらこの後ろにこう反動が使えるやつな。で速い球早く振ろうか思ったら反動使ってくれる。でも後ろに壁があるとぶつかって振れない。その中でもここから振れるわけなんですね。じゃあどうしたらいいかってこう自分らで試してみてな。後ろに制限があって後ろが使えない。ここからどうしようかと思った時に手はそのままやったら振れない。でも内旋すると後ろに壁があったとしても内旋することで
めてくる。分かる、違う。いい？ここは変えることができない。でも今使える部分の新しい空間をもっと工夫することで自分の力はもっと使えること、使えること。それを考えるのは自分自身じゃないとできないわけ。だからヒントを与えられる。でも使い方を考えようと思ったら自分自身で。そのために一つの練習方法が壁シャドウと言います。ヒントは手が言うたら外側に向いてたら触れません。だから内側の力を絞る。内側に絞る。絞る。すると内側に絞ると触れる。もう一つヒント言うたら足がこうなってると触れる。でも足がここから手ここにある。どうやって投げるか、これも手、はい、こっから、はい、こうなる、はい、ここに、はい、先生手がある。ここからさ、どうやって投げる、こっから投げるよ、こっからどうなるか、ここ、手ここあるでしょ、ここから、ここからビュンビュン、ここ何が違う、ここからここにある、引いてないでしょ、ここから結構触れとるでしょ、ここから君のとこに向かってこの、わかる、君バッターやから、ここからいきなりビュンですから、見てる、びっくりするよ。ここからね、普通に引いてフォークからこうなってる。ここから何が違う、何が違うの、ここやってもね、手のところに胸が来ると よく指導するとき言ったけど、ここに、まあ、ここやってもそうや、もっと前にしたらさ、ここやってもここやってもここに胸が入ることで空間が生まれるわけよ。ここに胸が来ると言ったら、ここでこっから投げる。この前で投げられへんで、この前やったら投げられへんよ。ここに胸が入ってきたら、それに気がつくかつかないか、どうするどうしたか、ゆっくりでいいから
ね、やっぱ佐々木君の場合やったらこれをどうしてもこう使いたくてしょうがない、うん、これをこう使いたくてしょうがない、点を返してこう、こうしたいじゃなくて、こうではなくてこうなる。ヒントは前の空間がたくさんあるから、後ろの空間はない、でも前の空間は自由に作る、前の空間は何個でも作る、これは一つのヒントね、多分今日今言ったことはわからないと思うから、前の空間はたくさん作る、あと少し、じゃあ今の言われたこと分かった、一人ずつおいで、あと練習しよう、私、はい、一人ずつおいで、考えるときに足の位置おかしいやろ、足がこうなってるから投げにくいでしょ、ここ閉じないでしょ、こうかやらない、かかとがつかない、こうや、投げた、投げた、朝木、西村も、西村も、そう、今投げた、バックステップで掘りますよね。狭まってたら掘られへん、ここを広くしたんだと、で広くしたらここがここに入るから、股関節が入る、こう狭まっとったら股関節入らない、で広く座ってあげたら股関節が入る、胸を持っていったら一緒、他のプレーも一緒、取ったところに胸が入ってきたら取ったところにきっと胸が入ったら、この腕を
後ろに引いたらこれマイナスの動きやから、マイナスの動きをしたら野球では0コンマの勝負するから遅れるわけ。取るやん取るやん、ここに持ってきてん胸で、この足の今ステップ見た、これを後ろに持ってったらほらこうなる。だから取るやん取るやん、ダイヤやってみ、ここに持ってったら取れるわけ。全部一緒、取る、これ持っていく、この胸を持っていく、この胸を持っていく。これも訓練してやっていけばこれです。できなくても